There'll be two more guests joining our party, okay? Yes, we can do it. So, keep cutting like this.
きっかけは AI とロボティクスの応用を考えていた時にテクノロジーのチャレンジがいっぱい詰まっている領域だということもありまして、料理という国を選びました。ロボットによる物理的な作業っていうものが、一つはキーかなとは思うんですけれど、その中で最初に選んだのが、アメリカの大学のカーネギーメロン大学。そこはもともと我々が、AIBO というロボットをやってたから関係がありまして、彼らと一緒に組むことによって、先端的な技術で我々の課題を解決してくる。そのための、コンセプトをみんなに共有するためにはやはりビジュアライズしたビデオであるとか非常に有効に使えると思いまして、こういったビデオを作ろうというふうな話でコンセプトビデオというのを作ってまいりました。コンセプトムービーなんで、本当にやりたかったっていうのはやっぱり人とロボティクスの強調しているところ、作る作業をこう最大化するというか、楽しいところだけ人がやって、料理って本当楽しいね。料理の楽しさの本質的な部分って何なのか、テーブルにいる人たちが共有できる体験なんですよね。そうですね。そういう意味で AI ロボティクスがまずは貢献できるといいんじゃないのかなって、人間とロボットが補完し合うみたいな、そういった世界が、広がるんじゃないかというふうに思ってます。我々の長期的なビジョンをロボットガストロノミーという名前をつけています。一方で食材であるとか、味とか香りとかっていったいわゆる食事そのものの中身ですねに目を向けるとですね、味ってどういう分子構造でできてるんだろうとか、味と香りはどういうふうに組み合わせるんだろうか、いわゆるこのクッキングという、問題を通して、実はいわゆる五感の科学につながっていくと思います。目に当たる部分だけではなく、耳、口を通して鼻を通しての味や、そして香り、そして手での食感、そして温度ですね、あらゆるセンシング技術をそこに投入できたら、それは非常に面白い科学になりますし、このクッキングという一つのキーワードから実は医療にも通じる医食同源というキーワードをつけて研究を行ってきたのは、そこに食と薬というのは実は連続した路線上にあると。やはりシェフはクリエイターアーティスト、そにはそういうことをうまくプロデュースしたりとかエンハンスするという経験値を持っている会社と思いますので、ぜひこれからもシェフに対してそういうクリエイターとしてのシェフに頑張ってもらうといったことを期待できるのはやっぱりソニーじゃないかと。I'm sure it will generate new ideas. She will be able to put all that together, mixing molecules because of the shape, because of the look. So and maybe this match of molecule will create new flavor that we never thought. Basically, don't need a robot to cook, but they need different tools. They have many tools in the kitchen, many new tools, new technique. So for me, robotic is just, but it's powerful, just another tool, but that will open many doors, or just will be the partner of chef in a restaurant and help him to challenge him and bring the cuisine on another level. And that's the case with Sony. アーティストがクリエイティビティを発揮するといった、そういったものができるんじゃないかと思いますし、中長期的には新しい、人間と機械の、関係性みたいなものができるんじゃないかと。ゴールとしてはね、ミシュランに世界で初めて認めてもらうロボティック三つ星レストランというふうに思ってます。それがソニーならではのやっぱりエンターテインメントとしての料理といったことができる、ソニーならではの取り組みかなというふうに思ってます。